ダイエット中でも美味しく食べられるおやつ何かないかなとお探しのあなたへ、今からダイエット中におすすめのおやつをお伝えしてまいります。この動画では1、なぜこのおやつで痩せることができるのか、2、痩せるおやつとはどんなものなのか、3、痩せるおやつランキング形式でお伝えしてまいります。今回はイオントップバリューさんで購入してまいりました。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をお伝えすることで、あなたが健康的にきれいに痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。まず一つ目の、なぜこのおやつを食べると痩せることができるんでしょうかっていうお話についてお伝えしていきますね。まずは痩せるためにはですね、あなたの体質そのものを変える必要があります。そのためには腸内環境が整っておくことが大前提。そしてプラスここでお伝えしたいのは、そもそもその太る元です。糖質をいかに抑えて、そして痩せるために必要な栄養ですね、タンパク質です。いかにそのタンパク質をその取ることができるのか、この2つの条件が同時にできるのかっていうところがポイントになってくるんですね。ですから普段召し上がっていらっしゃるおやつがですね、その太るもと糖質がたっぷり入っていて、しかもタンパク質がほとんどないという、そのようなおやつをですね召し上がってしまわれると、もうどんなにその食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしてもですね、もうとにかく長期的に痩せることは絶対にできませんということなんですね。ではどうすればよいのかですよね。ではその腸内環境を整えるのがベースなんですけれども、整えつつですね、いかにその太る元の糖質を減らして、痩せるためにその必要なタンパク質ですよね、タンパク質取らないとすぐにお腹が空いてしまったりですね、あとはその筋肉の元がないわけですから、その筋肉いわば代謝が落ちてしまって太る体質へとなってしまうわけです。ですからタンパク質を取ることが大事。この2つの絶対条件をクリアしているおやつを日頃から召し上がっていただくということがポイントになってくるんですね。そこで2つ目です。痩せるおやつはではどんなものなんでしょうかということで、先ほどお伝えした通りなんですけれども、まとめますと、腸内環境を整えてくれて糖質が低くってタンパク質が豊富に含んであること、そしてプラスですね、無添加であることが大事なんです。たっぷりの添加物が入っているようなおやつを召し上がってしまっては、せっかくのダイエットがですね成功しないんですね。なぜかというと味覚がおかしくなってしまって、どんどん太るようなですね食べ物が欲しくなってしまう。例えば甘いものとかポテチとか、それから脂っこいものとかですね、過去の私もそうだったんですけれども、そういったものにその慣れてしまうと、もうどんなに頑張ってもですね痩せ体質へとなることはできませんし、そもそもあなたの健康を害してしまいますから、とにかく今の条件が整ったおやつを選ぶことがとっても大切になってくるんですよ。さあいよいよここから3つ目の項目、痩せるおやつのランキングに入っていきたいと思います。さあ今回はイオントップバリューでね購入させていただいたんですけれども、同じようなものがねお近づく そのスーパーにももちろんあるものを選んでまいりましたので、ぜひ楽しみに最後までご覧くださいね。ではまず3位からお伝えしたいと思います。3位はこちらになります。イオントップバリューの生くるみです。カリフォルニア産のくるみを使用してくださっていて、素材そのままの味で楽しめます。そのままっていうのはどういうことかというと、もう完全無添加なんですね。食塩や植物油、そういったオイルなどが不使用になっています。でこちら原材料名もくるみだけ書いてあるんですけども、あのくるみってすごくダイエット向きの食品、まあ、食べ物になるんですよね。なぜかというと、その腸内環境が整う食物繊維も豊富ですし、栄養です、ビタミンやミネラルがとても、ね、多くバランスよく含まれているんですよね。じゃあどうなるかと言いますと、このビタミンやミネラルがあればこそですね、あなたのホルモンバランスの調整をしてくれているわけです。逆にこういったものを取らないと、まあ、要は栄養不足になってしまわれるとホルモンバランスが崩れます。
結果体重をコントロールしているような、まあ、インスリンであったり食欲をコントロールしてくれているレプチンというホルモンであったり、こういったバランスがですねガタガタガタっと、まあ、崩れていってしまうわけですよね。そうすると甘いものがやめられない、止まらない、食欲が暴走するといった、そういったですね負のスパイラルへとあなたがどんどん引きずり込まれてしまうわけですよね。一旦そのスパイラルがやっぱり脱出することが大事なんです。そこから抜け出すということですよね。そのためにはこういった栄養バランスがしっかりあって、しかも低糖質でタンパク質が取れる腸内環境が整っておやつを日頃から、その例えば甘いもの、まあ、ケーキとかですね、そういったまあ洋菓子系ですよね、塩砂糖たっぷりみたいな、そういったものからこういったおやつにシフトしていただく、要は選ぶものを変えるということです。そうすればあなたのダイエットは成功するんですよ。ではどんどん参りましょうね。第2位はこちらです。ミオントップバリューの濃いクリーミーな味わい、ギリシャヨーグルトのプレーンタイプです。でこちらのヨーグルトの素晴らしいところはとにかく高タンパク質なんですよね。普通のヨーグルトよりも圧倒的にそのタンパク質が豊富に含まれていますよっていうことと、あの糖質も少なめです。ですから同じヨーグルトを召し上がるのであればですね、こういったギリシャヨーグルト、しかもプレーン、もう無添加ですよね、一切お砂糖や香料や pH 調整剤とかそういったものが入っていないものを選んでくださいね、ということで第2位に選びました。効果は先ほどとお伝えした通りですよね。ではどうぞ行きましょう。第1位はこちらです。はい、何でしょうか。うずら卵の水煮、国産の卵使用ということで、こちらもトップバリューのブランドの商品になっております。でこちらはですね、原材料はうずらの卵と食塩のみでできています。私ですね、別動画のおやつシリーズでゆで卵もご紹介することあるんですよね。お腹が空いたな、おやつ何か食べたいなと思ったら甘いものではなくて卵を食べましょうねということでお伝えしてるんですが、やはりですねポイッとこうお口にすぐいかないですよね。あの殻を剥かないといけませんし、そういった手間を考えますと、私がですね今回選んだこのうずらの卵の水煮はもうこのままですね、まあ、2つにこうパックに分かれていまして、1つあたりにですね可愛いこの卵が6つ入っています。 6×2 で12個入りなんですけれども、こちらをお腹空いたと思ったらですねピッと開けていただいて1つずつよくよく噛んでいただけますと、ものすごく満足感もありますし、なんといっても1位に選んだ理由は糖質がとても低い、もうダントツです。先ほどの2つと比べたらもう桁が違うっていうぐらい糖質量が低い、そしてタンパク質も断然トップということでですね、やはりこの卵ってすごくねダイエット向きの食品になりますから、ぜひあなたもお腹が空いたなと思ったら今まで甘いものを食べていたものを、今お伝えしました3つのおやつを上手にローテーションしていただいて健康的で綺麗に痩せていただきたいなと思います。ではここから動画のまとめに入ります。1、なぜこのおやつで痩せることができるのか。それは腸内環境が整って太るもと糖質が低い、そして痩せるためにはその代謝を上げる必要がある、そのための材料がタンパク質です。ですから同時にこのタンパク質も摂ることができるおやつなんですよということでしたね。2つ目です。痩せるおやつは何でしょうかということで、今お伝えしたその一番にお伝えした条件プラスアルファは無添加であることでしたね。余計な添加物が入っていますとそもそも痩せることができませんよってお話でした。では3つ目です。痩せるおやつとは何でしょうかということで、今回選びましたのはイオントップバリューさんで選びました3つでしたね。すべての今のお伝えした条件をクリアしている美味しい美味しい、体にも優しいおやつでしたね。いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような腸活法をですね毎日配信しておりますので、ぜひあなたの人生が健康的で綺麗にですねますます好転していきますように。